大地のワンワンクッキングニハオ。今回は納豆トッピング第2弾。ワンワン、前回もりもり食べてたね。今回も美味しいから期待して ね。というわけで今回は納豆豆腐です。今回の食材は豆腐と納豆です。この豆腐と納豆のダブルの大豆で血液サラサラ効果に期待できます。今回のポイントは、豆腐が冷たいと体が冷えてしまうので常温に戻して使うことが今回のポイントです。それでは料理スタートです。ナナオマン回収図を料理。第2弾、納豆トッピング完成です。ママ、ネバネバ効果でパワーアップだ。よし、この動画を見てネバネバパワーをもらいたいなって思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしく。そしてこの後ワンワンのコンショート動画もあります。ぜひ見て。それではまた来週。ナマシャツジェン、バイバイ。